ちは。今日は番外編です。先日英国のエジンバラ公フィリップ王妃がお亡くなりになりました。ということとは全然関係ないんですが、私、知っている人は知っている、知らない人は知らない、大の英国好きということで、私の英国料理の18番スコーン作りをお送りしたいと思います。それではどうぞ。はい、それでは早速始めましょう。はい、まずサワークリームですね、ボウルに移します。滑らかな状態にしました。こちらにきび砂糖、ふるいに入れながら粗いのはこの程度。入れましたらこのように混ぜて、滑らかに砂糖が混ざるようにしてください。はい、滑らかになりました。次に、本来は牛乳です。私は豆乳です。これをまあ半分ぐらいずつ少し入れて、また滑らかになるように混ぜましょう。残りの滑らかになりました。そうしましたら次に溶かしバター、こちらを入れて、はい、また滑らかになるまで混ぜましょう。これ意外と分離したりしないし、心配しなくても大丈夫です。はい、滑らかになりました。そうしましたら次に薄力粉とベーキングパウダーと塩が混ざったこの粉ですね、これをざっくり混ぜたら、ふるいにかけながら投入します。入れたならば、もうここはですね、ざっくりです。本当に練ったりは全然してなくて、粉気を水分にただ単に合わせてるだけっていう感じです。本当にざっくりいきましょう。全然粉気残ってて大丈夫ですので、まとめてるっていう感じですね。はい、そしたらですね、はい、そしたら手でこれを移すためにまとめるって感じですね。全然ここではこれこねてないんです。本当にただまとめてるだけ。この下の方に粉が残ってますので、それをこうちょっと押し気味にまとめてる感じ。こねたり練ったりそういうことは一切しません。はい、だんだんとこの底にある粉が、まあもうこの程度で大丈夫です。手がどうしても汚れちゃいますので、この打ち粉用の茶こしであらかじめ粉を入れとくととても便利です。もうまな板で十分ですよ。まな板にささっと打ち粉して
まとめます。粉なんかも入れちゃって、そしたらですね、上にもちょっとこう打ち粉なんかして、はい、こっからですね、私の生み出したスペシャルパターンなんですけど、もうとにかくスコーンはさっさと時間をかけず、バターが入ってますので、これを溶かさないっていうのが重要なので、あまり触らないということで、私はもうこの辺まで来たらですね、ケッパーで半分に切って、それを上に重ねてちょっと押す、そしてまたケッパーで切って上に重ねてちょっと押す、これをですね、ただ繰り返すだけの感じで、ちょっとあまりにもくっついてきたら打ち粉をするって感じにして、これどうですかね、意外かもしれないですけど、まあ、本によってはここでこう軽めにこねるみたいなことを書いてあるのもあるけど、私は一切こねません。重ねる、押す、もう手にもつかなくなってきますので、はい、これをですね、まあ10回ぐらいかな、まあ納得いくぐらいまではい、はい、こんな感じでですね、このような状態にいたします。はい、そしたら皆さん大好きな成形に入ります。はい、そしたらですね、はい、綿棒ですね、あ、綿棒じゃなくてこれ何だったっけ、こちらにも打ち粉をした方がいいですと、軽く打ち粉して、はい、そんなに薄く伸ばさないで、その方が食べた時に熱いスコーンの方がこうなんかこう嬉しくなっちゃうので楽しいかななんて思います。はい、はい、この程度、2センチぐらいかな。このスコーン型を持っていらっしゃらなくても、コップの飲み口のところを使ったりすれば全然大丈夫ですので、でなるべく薄めのグラスを使ってくださいね。はい、でこちらにも少しくっつきますので、ちょっと打ち粉をして型を抜いていきます。でこれもあまり触らないで、はい、このように天板にクッキングシートを敷いています。はい、そしたらこんな感じで、この側面をキープするために触らない方がいいです。型に打ち粉した方が全然綺麗にできます。ピッ、側面は触らない感じですね。毎回打ち粉します。絶対その方が綺麗なので。でこの厚さで作ると、この分量で まん丸の作れるのはこの程度なんですけど、あともう一回これをまとめて、これをまたあまりこねない感じでキュッとまとめますね。まあ、ここもあまりこねたくないので、でこんな感じですね。最後に余ったのは、適当に丸めて置いときます。はい、それではこんな感じになりました。ほんのちょっとだけ気になるところは直したりして、はい、完成。ご覧いただいてありがとうございます。こちらが出来上がったスコーンとなっております。
ちょっと動画のピントが合ってなくて申し訳なかったんですけども、美味しいので作ってみてほしいです。私はですね、スコーンが好きすぎてもう何十年もスコーンを食べてまいりました。本場イギリスのはもちろんですけども、スコーンを見かけたら買う、そして食べる、ありとあらゆるスコーンを食べてきた結果、この究極のスコーンにたどり着きました。私はですね、スコーンはもうプレーンが好きなんですね。純粋に粉の味を楽しむということで。で、なおかつちょっと売ってるのは甘すぎて私にはお菓子っぽくなっちゃうので、なるべく今回砂糖を減らしてるんですけども、甘いのが好きな方はもう少し砂糖を増やしていただければと思います。スコーンの作り方いろいろありますけれども、本格的な作り方で言うと、冷蔵庫で冷やしたバターをさいの目に切って、粉とこうすり合わせてサラサラになるまで細かくしていくっていうやり方があるんですが、まあ、それだとちょっとなんかハードル高いなって思っちゃったりする場合もあるんですけども、今回は最初から溶かしバターを使うという簡単な方法をご紹介しています。でも全く味に違いはないし、全然失敗しないし、おすすめの方法になっております。今回のレシピなんですが、あれを何から何まできっちり合わせる必要もないしですね、例えばサワークリーム今回使ってますが、サワークリームがなければわざわざスーパーに買いに行く必要はございません。例えばヨーグルト、これが代用になるんですね。ヨーグルトだと水分がちょっと多いので、水分を取ってから使うか、もしくは、逆に牛乳の量を減らすとか、とにかくですね、こう最終的に粉と合わせた時の状態があの状態になればいいっていう感じなので、その都度、例えば、ちょっと夏場ですね、暑い時にやるともっとベタベタになっちゃいますので、水分を減らして粉を増やすとか、いろいろその場に合わせた分量でやっていただければ OK です。私も豆乳使ってますし、牛乳でもいいし、有塩バターでも無塩バターでもいいので、気軽に作ってほしいです。はい、ということで、まあ、ちょっと食べますかね。スコーンを半分に割ってクローデッドクリームやジャムを塗って食べるっていう感じですね。わざわざクローデッドクリーム買いに行かなくてもよくて、私もいつもクリームチーズとか、まあ、ヨーグルトの時もありますね。クリームチーズ今回使って、ジャムはカシスのジャムを今回は塗りましたね。美味しいです。ジャムとか塗らなくてもそのままで食べても美味しいし、例えば冷めた後の温め方なんですけど、私のおすすめは電子レンジなんですけど、オーブントースターで焼くよりも電子レンジでちょっと軽くラップに包んで、およそ10秒ですね、1個につき10秒、20秒は絶対多すぎて固くなっちゃいますので、10秒から15秒の間ぐらいで止めると、本当に出来たてのふわふわになって、もう本当最高なので、ちょっとやってみてください。もちろんオーブントースターで温めることでも大丈夫です。やはり温め直した方がふわふわに戻るので美味しいと思います。ぜひやってみてください。はい、ということで番外編スコーン作り、最後までご覧いただいてありがとうございます。またお会いしたいと思います。ありがとうございました。